まったハンドサムのバックラッカー80見てください。またハンドサムさんのバッタコ味このルーがやばいっすよ。どうも、たかひろです。今回のキングトップはですね、今日ですね、午前中にヘッドハンターズから注文していた、ハンドサムのこちら、バップクラッカー85ってやつがね、ついに届いたんで、これで釣りをしていこうと思います。はい。綺麗なカラーですよね。これウッド製でラトルが中に入っております。はい。アクションはね、インスタでね、ハンドサムさんのインスタグラムから見て、めちゃくちゃいいアクションだったので、ぜひ使ってみたいなと思って、そこ注文したんですけども、はい。まあ、もしかしたらこの辺にね、アクション動画とか出てくるかもしれないんですけど、説明文がね。はい。でこれね、見てわかるかな、もうキス入っちゃってるんですけど、実はほんとついさっき、ゴジャップ釣ってます釣ってます。はい。でその後ね、ちょっと今コメント撮りをしてるわけなんですけれども、アクションすごく良かったです。で今からね、またユリマズメ狙いでちょっと、やっていこうとは思うんですけれども、今回はこの、ハンドサムの、バップクラッカー85を使ってちょっと釣りをしていこうと思います。はい。やりました。本日届いた、ハンドサムのバップクラッカー85でこれ見事な50アップスイッチが入って食ってくれましたね。一回バラしているんですけど、またスイッチが入って食ってくれたという感じ。めちゃめちゃいいですよね、このルアー。ラトルも入っててね、打ったのめっちゃいいですよ、これ。はい。
また新たな武器が増えたという感じです。ありがとうございます。やりました。釣れます。このロバ。ラストでね、これ見てください。またハンドサムさんの、バップクラッカー15で、これ見事な51、プリンプリンのね、めちゃくちゃコンディションのいいのバス釣れました。これ今年釣ったバスの中でもね、もう一番ぐらいのコンディションじゃないかな。すげえいいの釣れました。やりました。やっぱこのロア釣れますね。ブルブルって出しててね、浮上する瞬間ライズアップね気味に使ってやるとバコーンという感じで出ましたね。いいバス、嬉しい。いやー最高、やりました。今回の、キングトッパーはこの辺で終了しようと思います。チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。いいバスやりました。ありがとうございます。やりました。やりました。最後のコメントどれをしてですね、もうちょっとできるんでやってみたら、また50ワップ、これやばくないですか。バップクラッカーやばいわ。これ今回のこのコンディションめちゃくちゃいい。正直ね、他のルアーもやってるんですか、やってるんですけど、スイッチの張り方がエグすぎるっすわこのルアー。やったー、ありがとうございます。多分ね、今回の動画は本当にこれで終了になると思います。ありがとうございました。